岩手宮城内陸地震で幅900メートルにわたり崩落した栗原市栗駒の荒戸沢地滑りには東北大学の教授らおよそ20人が訪れました市は東北大学と協力し2011年から崩落面をレーダーやカメラで監視しており 動きがほぼないことや落石の危険も減ったとして、今月から一般の現地見学会の受付を始めています。今日の視察はこれからの見学会に行かそうと市が開いたもので、切断された道路などを見た専門家からは、できるだけそのままの状態で見学できればいいなど意見が出ました。 今、こうやって現場を残していただいているということは、その教科書や映像では分からないことが、ここでは分かるということになります、そういった意味で、どんどんです、ね、子どもたちにも来ていただけるような場所にしていただきたい荒戸沢地滑りには、来月、大崎市の高校生らが見学に訪れる予定です。